マツダ RX-7、RX-7、RX-7 RX は、マツダが開発、製造していた、スポーツカーである。サバンナクーペの後継として、サバンナ RX-7、サバナ RX-7 の名で1978年3月に発表。1991年に行われた2度目の、フルモデルチェンジを機に、マツダが当時展開していた。 アンフィニブランドらの発売となり、名称がアンフィニ RX-7、イプシロンフィニ RX-7 へ変更されたが、1997年10月のアンフィニブランドの廃止で、再びマツダブランドに戻している。2002年8月、自動車排出ガス規制の強化を受けて、生産を終了。累計生産台数は81万台。 RX-7 の販売終了後に登場した RX-8 は後継者ではなく松田自身が新規車種と紹介している。3台にわたり一貫してスポーツカーには珍しくサッシュドアを採用している点も他社の類似車種には見られない特徴であった。また3台ともフロントマスクにリトラクタブルヘッドライトを採取しており、 FD 型は日本車で最後にリトラクタブルヘッドライトを装備した車種となった。2004年、米国のスポーツカー、専門誌スポーツカーインターナショナルが選出した、ベストスポーツカー1990年代部門で3代目 FD 型が第10位に、また、同1970年代部門で初代 SA22C 型が第7位を得している。特大有常2代目について、 耐久性はポルシェにはかなわないが、その他の性能では、RX-7 の出来は上々で、総合店では、ポルシェ944をしのぐと評した。販売店系列は3代目まで、マツダオート店、マツダアンフィニ店の1000倍モデルだったが、モデル末期には、アンフィニ店とユーノス店が統合された、マツダアンフィニ店とマツダ店で販売された。 1978年3月30日、サバンナ輸出名 RX-3 の後継機として、初代サバンナ RX-7 となる SA22CE 型サバンナ RX-7 が発表された。開発コードは X605。プラットフォームには、松田 SA プラットフォームが用いられ、 エンジンは 12A 型水冷にローターエンジンの自然吸気な仕様を搭載していた。性能面では 130PS7000rpm 最大トルク 16.5kgm4000rpm パワーウェイトレシオ7.6から 7.8kgPS であった。オイルショックの影響を受け、ディープスと呼ばれる排気ガスを再燃焼させるサマルリアクター方式を採用し、 従来に比べて40%の燃費アップを達成した。1979年には、気迫燃焼型の 12A 型エンジンを搭載。サーマルリアクターは、触媒に変更され、翌年に外観のマイナーチェンジで、テールランプとフロントスカートのデザインを変更し、CD10.34 を達成した。1982年には6倍エンジンに変更を受け、 10モード燃費は 10.2kmL を達成した。1983年のマイナーチェンジの際に日本仕様のみ1 2 A 型ターボエンジンが追加された。ロータリーターボエンジンの搭載は世界初だったルーチェ・コスモから1年後となる。日本以外では1984年から1985年に13バイト型エキナ仕様搭載車が販売されている。 このマイナーチェンジでは、ホイールハブのボルトピッチ、PCD が、同業他社の後輪駆動車と同様に改められ、4ケ PCD110mm の特殊形状から、一般的な4ケ PCD114.3mm に変更された。北米モデルでは、新たに、ビンコードの形式名を採用したため、FB3S の故障を用いるようになった。 例から400メートルが15.8秒はハイガス、規制以前に日産、フェアレディ Z の 240ZG が記録した、水準に戻っており日本車としては高性能であった。服の例一郎は、軽い速い、低い、それは確かに間違いありませんでしたがついでになんとも、すべてが軽々しく薄っぺらで安っぽい感じ、足回りもブレーキも、スポーツカーとしてはちょっと脆弱と言っているが、 基本構成に関しては、初代 RX-7、e パッケージです。いつか松田がもう一回、RX-7 の、モデルチェンジをやる日が来るなら、なんともぜひ、こういうパッケージに戻してもらいたいすねと評価している。スポーティなフィールを手軽なコストで手に入れられるとして、初代フェアレディ Z、S30 などとともに、アメリカでは、プアマンズポルシェと呼ばれた。する2代目、 三代目からは、ポルシェと渡り合える者として、対等の扱いを受けるようになった。松田ラリーチームヨーロッパは、世界ラリー選手権、1982年から1986年、グループ B のカテゴリーに参戦するための車両として、初代 RX-7 を改造して、RX-7 エボグループ B ワークスを製作。しかし、1986年をもって、 グループ B カテゴリーが消滅することが決定したため、製造台数は7台にとどまった。ラリー参戦車両は、引き続きマズダ 323-4WD が用いられている。サバンナ RX-7 の最初のフルモデルチェンジは1985年である。形式 FC3S の新モデルは10月に発表された19.20日に発表展示会。 開発コードは P747 である。松田 FC プラットフォームが開発された。リアサスペンションは独立喧嘩化,化され、セミトレーリングアームマルチリンクとなった。また、ハブ部分のリンクにブッシュを入れることで、バッシブステア性によりセミトレーリングアームの欠点を打ち消す特性を持つ、トーコントロールハブを持ち、キャッチコピーには当時の流行でもあった。 4WS 感覚という言葉が使われた。エンジンは、インタークーラー付きターボ13バイト型を搭載する。フロントブレーキには、日本車初の対抗4ピストンのアルミキャリパーを採用。日本以外では、初代に続き13バイト、なエンジン使用者が13バイトターボエンジン搭載車と、共に販売された。ポルシェ944との類似性が、自動車雑誌などで話題となり、 初代に引き続き、プアマンズポルシェの故障が使われることもあったが、性能面では零時速1 0 0トル7秒弱、最高速度はメーカーテストで時速2 3 8 5トルを記録するなど、大きく向上していた。1989年4月にマイナーチェンジが行われ、エアフロー、フラップ式からメジャーリングコア式にリアコンビネーションランプを角型から 丸型3頭にする変更のほか、サスペンションの改良、ドアミラーの同色化、前後、バンパー及びボディのモール形状、アルミホイール、前席シート、インパネセンター、軽機類のデザイン等が変更された。出力もタービンの改良により、前期の 185PS から 205PS に向上している。グレードは、サイレンカグレード、GT、ベーシックグレード、 GT-R ビスカス式 LSD とアルミボンネットを装備した GT-X サンルーフオートクルーズ等豪華装備の GT リミテッド、本革シートを装備した最上級グレード GT リミテッドスペシャルエディションが用意されたあとに GT はマイナーチェンジに伴って廃止されているアンフィニシリーズと呼ばれる二人乗りスペシャリティモデルが4 世代にわたりリリースされる。プレミアムガソリン仕様になった、このモデルは、高出力化され 215PS、6500RPM となった。また、1991年の FD3S 型への、フルモデルチェンジの年初、松田787バイトのルマン24時間レース総合優勝を記念した最後の特別使用車、ウィニングリミッテドが仙台発売された。 二代目に設定されていたカブリオレ FC3C 型はロータリーエンジン生誕20周年を記念して1987年8月に登場しているオープンカー仕様のグレードで電動ソフトトップを装備するカブリオレ製作のノウハウは後のユーノスロードスターに活かされた1991年 FC3S 型はフルモデルチェンジされ FD3S 型となるが カブリオレ仕様は2代目仕様のまま生産され、1992年10月に、サバンナ RX-7 の14年間、サバンナとしては21年間と、サバンナ RX-7 ブオレ5年間を締めくくるモデルとして、台数限定のファイナルバージョンが発売された。プラットフォーム、エンジンは FC3S 型と同様、ロータリーエンジンを搭載するオープンカーは、 NSU バンケルスパイダー以来であり、マツダでは当モデルが唯一の存在である。1991年10月2度目のフルモデルチェンジにより FD サ S 型 RX-7 が発表され、同年12月より販売開始。このフルモデルチェンジを機に1971年から20年続いたサバンナの故障が外され、当時の販売店系列。 アンフィニの名を冠して、アンフィニ RX-7 として発売された。後に販売店のアンフィニ店が、ユーノス店と統合したことにより、社名が、マツダ RX-7 となる。開発コードは、X105、マツダ販売網で扱われるようになってからは、車体先端のエンブレムが、マツダのロゴマークとなった。キャッチコピーは、アンフィニのスポーツです。その非凡さが、アンフィニ ザスポーツカー、ザロータリースポーツ。通常、フルモデルチェンジをする際、コストダウンの目的で、足回りは、先代モデルからのキャリーオーバーというケースが多いが、FD3S には、新開発の4輪、ダブルウィッシュボーンと、先代と、全く互換性のないものとなった。エンジン出力は、シーケンシャルツインターボが搭載された13バイト型ロータリーエンジンで255。 PS だったが、初期型 255PS 車のパワーウェイトレシオ、を、重量、出力比は 5kg、PS を切っていた。後に、エンジンの出力向上が行われ、1996年1月のマイナーチェンジで 265PS、MT 車、1999年1月のマイナーチェンジでは 280PS に達し、一部のモデルで、 パワーウェイトレシオは6 1 1ラム、キロワット、4 5 0ラム、PS に達した。同社のユーノスコスモが1996年に生産を終了して以降、RX-7 は世界唯一のロータリーエンジン搭載量産車となる。RX-7 は、車体の軽量化やエンジンの高出力化を図るなど、 ピュアスポーツをコンセプトに掲げる車両として開発が続けられたが、日本国内市場及び北米市場におけるスポーツカー需要の低下やターボ化吸気付けロータリーエンジンの環境対策の気詰まりなどの理由により2002年8月に生産終了となった。この前に最終特別限定車 RX-7 スピリット R が同年4月に発売されている。 限定車の発売は最終特別限定車を含めて9回行われている。2シーター5速マニュアル仕様のタイプ A、4シーター5速マニュアル仕様のタイプ B、4シーター4速オートマチック仕様のタイプ C の3仕様を用意され、限定販売台数は合計1500台であった。BBS 車線17インチホイール、レッド塗装ブレーキキャリパー。 専用インパネなどの専用パーツを装着。タイプ A は専用のレカロ社製フルバケットシートなどを装備した。2002年8月26日、宇品名優産工場での最終生産者は、スピリット R タイプ A チタニウムグレーメタリック車だった。この車の最終ラインオフに合わせ、FD3S に携わったマツダのスタッフのほか、 一般公募のユーザーを加えて式典が模様された。この車は市販されず、車内転用車となった。11年のモデルサイクル中に、複数のマイナーチェンジが行われ、下記のように分けられている。2シーターグレードであるタイプ RZ とタイプ RE、バサーストを追加。外装はフロント及びリアコンビネーションランプ、フロントバンパー、リアスポイラー、ABS 等が変更されたが、 1>, 1型から6型で流用不能なものは ABS とエキュリア補強材の一部であり、マイナーチェンジ前の車両に変更後のパーツを移植することも可能である。1998年と1999年に4型の RX-7 がレーダー付きの高速タイパトカーとして、宮城、新潟、栃木、群馬、埼玉、千葉、京都に7台導入された。 現在は、新潟県警察、群馬県警察、埼玉県警察の配備車両がイベント展示用として残されている。イギリスのテレグラフ氏ウェブサイトの最も美しい車100選で61位に選ばれた。R がロータリーエンジン、X が未来を象徴する記号を表し、ロータリースペシャリティとも表現される。7は内での車格番号で、他には2、 3,4,5, コスモ AP の輸出仕様、八を社名に含んだ車種がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。